系の証明4番の問題です。公立高校入試大問5問で構成されてまして、1番と2番と5番は試験当日の12日の夜、学生のスタッフの、力もお借りしながら作成いたしました。ところが3番の二次関数とこれからやります4番の図形の証明の問題はどうしても丁寧な図を作らないと説明が難しいもんですから、まあ、12日の夜中に頑張って作りまして、今13日の朝、おはようございますということで、今これから説明いたしますので、もう学生さんも帰ってしまって私が自撮り状態でやっておりますので、ちょっと1番や2番の形式と変わりますけど、これから私が自分で、説明、この自分でカメラで映しながら声を入れて説明していきます。それでは4番図形の証明を解説していきます。手元に問題がある本当に昨日受けた受験生の皆様はそちらを見ていただいた方が見やすいので手元に出してください。で、この画面だけで見る人は、私がしばらくこれを映してますので静止画面で止めていただいてゆっくり読んでからやっていただいてもよろしいかと思います。これが問題の最初ですね。で、これが図です。ちょっと書き込みがしてありますけど、で、これが問題です。これ静止画面で確認してみてください。で、これが証明部分の問題です。で、この後計算問題もあるんですが、それはまた後でやりましょう。それでは文章で読んでいきましょう。下の図のように点 O の円周上に2点 AB があると、これはこっちで説明、きれいな図で説明しましょうか。下の図のように円 O の円周上に2点 AB がある、確認してください。で、点 O から AB 上に直線分 AB に垂線を引き、線分 AB との交点を C、 そして円 O との円との交点を D とし、A と D を結ぶと、A と D を結ぶ。また、D を含まない AB 上に2点 AB と異なる E を取り、E と AB をそれぞれ結ぶ。線分 AB と DE の交点を F とし、F とする。この時、1、2のところに答えなさい。で、ちょっと先取りしちゃいますけど、1番で求められている証明はこの2つ の、 オレンジ色と黄色の三角形の相似を、求めるんですね。三角形 EAD と EAD というのはこの赤い色ですね。それと EFB の相似を求めなさいということです。で、そのことの証明を括弧の中に途中まで書いていると。で、 AB に当てはまる最も適切な符号を入れようと、符号で答えなさいということですね。じゃあ証明の文章を読んでいきましょうか。点 O と AB をそれぞれ結ぶと。で、三角形 OAC と三角形 OBC において注目するのは今度この2つの三角形です。OA と OB を結び、この左側の直角三角形と右側の直角三角形がまず合同であることを証明しようというのが流れですね。はい、じゃあ、この図を見ながら文章を読んでいきましょう。円の半径であるから、この青線で引いた OA イコール OB です。よってまず A の答えは OA イコール OB です。で、仮定より OCA イコール OCB、 つまり直角ですからイコール90度ですね。垂線を引いたわけですから。で、 OC は共通です。 OC 共通ですね。で、そうすると
何々がそれぞれ等しいからこの2つの三角形が合同ですよというところまでをまず前半で証明しています。さて三角形の合同条件について確認しておきましょう。三角形の合同条件は3組の辺がそれぞれ等しいか、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいか、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいかです。この図では、分かってないところを点々で書いてありまして、この、実線で書いてある分かっているところがこういう組み合わせであれば合同が証明できるんですね。ただ実は、合同条件には直角三角形はまた独自の合同条件がありまして、この2つがあります。直角三角形の合同条件、直角であるということがあるので条件があと2つだけでいいんですね。斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい、で斜辺と一鋭角がそれぞれ等しいと。だから斜辺が必ず等しくないといけないんだけど、あと一角か一辺が等しければいいんです。さてこれはどうでしょうか。これまさに直角三角形ですね。そして斜辺がこの青線で書いたように等しい、そして一辺こう OC が共有してますから OC というもう一辺も等しいんです。よって答えは直角三角形の斜辺と他の一辺が等しいということで可が答えということになります。はい、それでは後半いきましょう。図形の証明の後半、図形の証明の問題は前半で使ったことを利用して後半を解いていくんです。前半で求めたのはこの薄青色で書いた2つの三角形が合同だということでした。でそれを使って最終目的であるこの、オレンジと黄色が相似だということを証明するんですね。それではどうするかということで、円が書いてあったら図形の証明では円周角を使うことがほとんど多いという、非常に多いということを知っておいてください。じゃあ円周角の定理を確認しておきましょう。同じ弧に対する円周角は等しいと、で同じ弧に対する円周角は中心角の半分であると、中心角は円周角の2倍というふうに表現してもいいですけど、この、大々の丸は左右等しくて真ん中の中心を、結ぶ角は丸が2つになっているというところを確認をしておいてください。じゃあそれと同じくです。で実は先ほどの問題でこの2つの水色の三角形が合同だということが証明されたので、その先端の部分のこの2つの中心角に相当するとか等しいんですね。中心角ですので初めから丸2つ書いておきます。とそうするとそれぞれの弧に対する円周角はこの下側の AD に対する円周角は こっちなんですね。で、右側の DB に対する円周角はこれになる。そうするとこの2つが等しいということが証明できます。さてその次に、最終的にこの2つの三角形の相似を証明しなきゃいけないんですけど、もう1つ角があることを気づいてください。 ここに弧があります。でこの弧に対する円周角これとこれですねもう等しいので、この青三角で示した2つの、角も等しいんです。でそうすると赤丸のところと、青三角のところが等しいので2角が等しいということになります。三角形の相似条件、2組の角がそれぞれ等しいか、2組の辺の比とその間の角が等しいか、3組の辺の比が全て等しいということなんですけど、ほとんど証明の問題この2つの組の角が等しいということを使うことが多いですので、後期ももし、後期もやらざるを得ない人が出てきましたらこれを確認しておいてくださいね。それでは証明を書いていきますと、以上のことを文章にまとめていけばいいと。2つの注目する三角形 AED と AFB 証明すべき三角形において4より合同な図形では対応する角は等しいので、さっき言った私が丸2つで示した AOD と BOD が等しいと。で1つの弧に対する円周角は中心角の半分なので弧 AD に対して AED 弧2分の1 AOD、 そして弧 DB に対してはFEB=2 分の 1BAD、
でよってこの2つを合わせると結局先ほど書いたこの2つの先端の角がこういうこういいですか、こうだから先端の角同士が等しくなるってことですよ。はい、いいですか。で、よって AED と角 AED と FEB が等しいと。で今度青線の円周に対する AE に対する、円周角が等しいので角 AOADE イコール角 FDE と、8、9より2組の角がそれぞれ等しいので目的の2つの三角形が等しいということが証明されました。というふうに書いてみてください。それでは最後、証明の最後の、2番の計算問題です。でこれは毎年正答率が、数パーセントとかのことが多い問題ですので難しい問題ですからできなくてもあまり気にしないでください。ただ、理解するといろんな定理が確認できますので、まあ、頑張って理解していきましょう。線分 AE を O の直径とし、今度はさっきまでは直径じゃなかったんだけど今度は直径になったんですね。直径とし、EB だけ6センチというふうにこう分かっていると。EB6 センチ。そして AD イコール DE が1対3、これ比ですね。で、CE イコール FB が1対8とすると。で、この線分 OB と線分 ED の交点を G とするとき、GFB の面積を求めなさい。GFB というのはこのちょっと下の方にあるこの三角形ですね。はい。それではちょっと考えていきましょう。で、まず先ほど三角形の相似の関係を使ったということを思い出してください。これが3対1というふうにヒントが与えてますので、さっき相似の三角形だとこれも3対1のはずです。ということはこれ6センチですから、実はパッとこの目的の三角形の底辺の2センチはすぐに出るんですね。先ほどの問題の答えをで求めたことを使えば、相似を使えばここ2センチということは求まれます。だから次に問題なのはこの高さですね。この三角形の底辺は求まったけど高さがどう求めればいいかということでいろんな発想を使います。でまず発想の一つとして知っておいていただきたいのは、平行線で、こういうふうに線分が交わったときにこの、2つの三角形って頂点を共有してますね。黒丸で書いた。でこれで実は対面してこれ相似になってるんです。でそうすると底辺の比とそれぞれの辺の比、例えば A 対 B の比は E 対 F、 あるいは C 対 D の比は、E 対 F になってます。でこれ結構、線分の長さの推定で使う原理です。さてもう一つ重要な定理があります。タレスの定理ということです。これ円周角の定理の一部なんですが、半円直径を弦とする弧に対する円周角は中心角が180度になりますので90度になるんです。だから直径を斜辺とする、直角三角形が出てきたら直径とそれ直径と、その円周上の点を結ぶこの、三角形が出てきたらそこは直角三角形なんですね。このとんがった部分が直角になります。さてそれでここで気づいてほしいんですが、この、ABE ですね、実はこれ直角、AE が直径ですので ABE は直角になります。そうすると OD も AB に対する垂線ですので OC、 この真ん中の線の縦線の OD と、一番右の線の EB が実は、平行になります。お互い AB に対して直角ですから。そうするとこの三角形で中点連結定理ですね、中欠点連結定理からこれが、これの2分の1になりますのでこれが3センチになります。さてその次に、1対8という比率を使うんですね。設問に書いてある1対8という比率を使うんですけど CF が1で
FB が8という比率で、これにこの原理を当てはめるんです。でそうするとここの、CF と FB が1対8なんだから、斜底辺のところもこの6センチに対しが8で、こちらがそれに対する1になるに違いないということ。まあちょっと手書きですけどやってみると、この薄く、まあ、ほんのりと薄く塗った2つの対面している三角形ですね、下にちっちゃな三角形あります。この2つの相似比が8対1です。よって底辺である、それぞれの三角形の底辺である EB と CD が8対1です。で EB が6センチと分かっているので、6センチの8分の1で4分の3センチで出てくるんですね。で先ほど、OC が3センチと出ましたので、ここが4分の3センチで出てきます。さらにこの3と4分の3センチと分かったところで、今度はこの薄青色の三角形で先ほどの あの相似比を使うんですね。でそうすると、これ3と4分の3を足す4分の15です。でこっち6ですから、この2つの三角形の相似比は4分の15と6です。で4分の15と6を、簡略化すると5対8になります。5対8になりますということで、これ5対8と書いてありますね。さて最後にですが、あの問題の核心に行きますけど、求めるべきはこの白の三角形 GFB ですね。でその高さが G から下ろした垂線の H の GH の高さになるんです。この GH の長さを求めたいんですね。でそうするとこの GH の長さはこの三角形、この三角形とこの三角形、大型の三角形の比率ですので、さっきの問題にも似たような話がありましたけど、8対5じゃなくて8対13になるんですね。右側の小さな直角三角形が8で、大きな直角三角形が13になりますので、そうすると、逆に言うと、このこっちの3センチに対してこれは13分の8の長さになるはずです。だから3センチかける13分の8をかけまして、 GH の長さが13分の24となります。でそうすると最後に面積を求めますと、2分の1かける底辺FB かける高さ GH、 そうすると2分の1かける2センチかける13分の24センチですので、13分の24セン、平方センチメートルということになります。はい、もう一回確認しますよ。この、対面する三角形、平行線に挟まれた対面する三角形の比の問題、そしてタレスの定理、この2つをこの問題の解く、ポイントとして使っているということを確認してください。あとは、まあ、当然のことながら前の問題で使った答えを次の問題で応用するという話ですね。